さあさあ、はい、本当にすごいです。とんでもないことしてくれましたね。なるほどやってくれますね。中田さん、僕と思考法がとっても似てます。本当ですか。はい似た者同士なんですね。似た者同士かもしれないですね。もしかしたら完璧な挑戦者。はい、伊沢さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めましてですよね。初めましてです ねえ。いや、ものすごいこうクイズノックさんの人気ぶりと、はい、東大王、はい、ねえ、いえいえ恐縮です。いやでもまだ若いんですもんね。今25です。いや、もう風格がありすぎて。いえいえ恐縮です。いやだからちょっとね、今日どういう戦いになるのかなって僕昨日も考えながら寝たんですけど、はい、先ほどちょっとお話聞いたらちょっと対策、はい、を立ててきてくださってる。もちろん、はい、もうここにお邪魔するからには、はい、しっかりと戦える状態にしなければと思いまして、自分なりにやってきました。素晴らしいですね。もうやっぱりそこまで準備して参戦するプレイヤーが、はい、おそらく初なの。はい、どうなるかドキドキして、はい、ただ中田さんもレベルアップしてると思うのでそこも楽しみに頑張ります。では、はい、先行後攻を決めるための数字の大きい方が先行です。はい、行きましょう。ドン、今日なんか持ってますね。持ってそうですね、僕ね。ちょっと最初の勢いは食われてしまったかもしれません。 ありがとうございます。さあ、それでは行きたいと思います。はい、完璧な挑戦者。はい、それでは私からですね。お願いします。うん、なるほど。初手で何出すかっていうのは結構大事な情報ですね。そうですね。どういう打ち方をしてくるのか。うん、まずは少年。はい、何も起きない。そうですね。じゃあいただきます。うん、なるほど。基本自分の狙いとしては、はい、なるべく運の要素を減らして、うん、情報戦で勝とうかなと。確かに今回は思っています。それが素晴らしい。はい、じゃあ迷うんですが、情報が増える方で。おお、なるほど、わかりました。はい、革命、はい、公開証券ですね。で、1枚引いていただいてオープン。お願いします。いきなりオープンは辛いですね。うん、なるほど。とはいえそんなにダメージのなさそうな札2枚ですね。うん、まあ、じゃあ8を、お、8を捨てる。はい、精霊を捨ててください。大きいカードを捨てさせる。そうですね、わかりました。ではいきます。1が2枚目がいきなり来るってのはすごい。ではいきましょうか、ね。はい、まあ、もちろん見られてるわけですから。そうですね、なるべく早く出しておきたい。乙女の守護です。このターン僕は何をしても通じない。向こう、はい、では聞かせていただきます。うん、なるほど。まあでも新しいのは基本的に残したいなとは思ってやっています。なるべくこのゲームは勝ちたいな。最初のゲームなので所詮やっぱりどうしても雰囲気作りますから。そうですね、うん、しかも僕の打ち筋がまだ明かされてないので。確かに一番有利なのはこの試合だと思う。素晴らしい。何もかも把握してはいる。早めに倒したいな。では意味はないですが5番死神、それを無効化します。はい、ふう、さあどうなるか。ほう、来ましたね。来ましたねこの段階で一勝負。今のところ出てる情報1はなくなってるっていうことですよね。そうですね。じゃあ先ほど5を出してるわけだ。はい、5は比較的どんなところでも出しやすいカードですね。確かにそうです、はい、ですが4だったら4出してるかな。3でも3出してるかな。お、2だったら残してるかな。3、4もなんかなさそうな気がするな、なんて思ったりして、うん、でも打ち筋が分からないですからね。はい、一つ
ヒントを出すなら、うん、論理的に考えます。うん、楽しいですねこれ。5より大きいですか？5より大きい。はい。おお。5より大きいか。はい。論理的に考えたらそうですね。うん、6の可能性は全然ある。はい。6、7、8なんじゃないかななんていうのは確率論的には考えたいですよね。うん。行きましょうか。はい。7。違います。だいぶ探りましたけどね。そうですね。ではどうぞ。どうしようか。7。賢者。次3枚ですね。はい、次3枚引かせていただきます。わかりました。次3枚。次何か動きそうだから今のところ見させてもらいます。なるほど。ではこちらです。なるほど、そうでした。はい、なかなかの悪ですなるべく自分が何考えてるか分かられたくなかったんですけど、そのカードは公開上にちょっと自分としては嫌だったかもしれません。わかりました。では3枚見させて。忘れませんね。うん、ここは一番忘れたくない。賢者忘れもしない。なるほど。うん、お願いします。わかりました。さあ、片やあの番号結構終盤戦に来てる。まだ90が出てない。はい、なるほど。その上で情報は早めに来ますね。早めに相手の知ってる情報は減らしておきたい。もちろんその通りだ。うん、質問してます。もちろん。もともと手札に持っていた方はどちらですか？ああ、なるほど、はい、そういう質問なんだ。はい、もともと持っていた。はい、そちらですか？そうですね、なるべく自分の知っていることから類推したいんですけど、なので普段結構嘘をつかれるから今回はつかないんじゃないかなと思ってこちらを。こちらで。はい、わかりました。うん、なるほど。さて、そろそろ佳境に入りそうですね。そうですね、出ましたね枚数。はい、なかなか出揃ってます、うん、が可能性が潰れてるのは1と5ぐらいかな。なんせ90が出てないですからね。そうですね、それが気になるんだよな。90が出ていない。先ほど3枚から選んだ、うん、そしてもともと持っていた死神を出した。間違いない。大きいカード。なるほど、妥当な推測です。ですよね、論理的に妥当な推測です。だとしたら当てたいな。なるほど、いい札持って。ここで当てたいな。やっぱり中田さんいい札いつも持ってますね。本当に今日ははい初戦を取りたいですね。うん、1、2はない、5はない。はい、切れました。だが3、4なのか、いや6か、6を引くだろうか、いや引かない、うん、で7、8、9、10そのどれかであることは間違いないでしょう、うん、その上で7は1枚、8も1枚だ、はい、7、1枚、8、1枚、9、1枚、10、1枚なのでフラット。フラットですね。 25% ずつ。中田さん、僕と思考法がとっても似てます。本当ですか？はい似た者同士なんですね。似た者同士かもしれないですね。もしかしたら面白いな。でも全く
妨害工作をしてこずに、はい、僕の推理を見ています。そうですね、やっぱ情報が欲しいですね。あ、運よりは論理でいきたいので、どう分析するのか、どう穴があるのかを見ていきたい。97か78、僕なら90どちらかです。おお、強気だ、うん、90に誘導してます。はい、来いよと、来いよと挑発して。では行かせていただきましょう、うん、お願いします。派手な演出になればいいです。そこにいるのは、はい、10番英雄です。英雄です。お見事、さすがです。ありがとうございます、はい、いやお見事ですね。今のは大きい。では転生お願いします。はい、聞かせていただきます。お見事ですね。これは初戦から面白くなってきました。これを当てられるのはなかなか、まあただ僕も10か9を言ったと思うので、まあこれはしょうがないなと、覚悟はできてます。わかりました、はい、ただまだ試合は終わってそのとき言いましょう。うん、乙女4です。ガード基準守ります。わかりました。まだまだどうなるかわからない状態ですね、これ。ですね、山の中も大事です。ほう、ではここは、はい、占い師を出しますが、はい、ガードです。どうぞ。占い師がなくなったので、あとは結構大札しか残ってなさそうです。これは大事。なるほど、次がラストターンですね。ですね、最終ラウンドまで。次がラストターンですか。ではこちら使わせていただきます。渡ってしまったか。この引き次第でしたね。読みは間違っていましたが結果オーライ。では開けてください。もちろん、もちろん6と8ですね。殺すのは、殺すのは8です。そしてあなたは残ったカードである7を持っています。負けました。ありがとうございます。なるほど、ただ勝ちましたけど、ちょっと僕が思ってたのとは違う動きをしましたね。確かにそうですね。なるほどなるほど、ちょっとまだ情報足りない気はします。とはいえ1個勝ててよかった。かなり有利に進めていたように感じたのですが、最後で見放されたな。では、うん、まあやっぱり最初に打ちやすいカードと打ちづらいカードがありますからね。うん、確かに。最初は死神で。おお、引いてください。まあ死神、確かに。なるほど。この場合はなかなか情報がないんですけど。一発目ですか。そうですね。大きいカード持ってますか。大きいカードは持ってないです。持ってない。どちらでもです。どちらでも大丈夫です。本当にどちらでも。もちろん。じゃあこちらで。こちらで。はい、内側に持っているか。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。伊沢さん。はい。とんでもないことしてくれましたね。なるほど。やってくれますね。いきなり転生ということで。はい。波乱の幕開けです ね、 ねえ、これは大きいカードしか持ってないじゃないですか、ね、いや、いやお互いに嘘つき、嘘つき同士の戦い。嘘をつけば次に本当のこと言っても嘘つきですからね。なる、うん、楽しみ、面白い。ゲームも好きなんですね。ゲーム好きですね。うん、乙女4。なるほど。では
うん、まあこのカードをなるべく早く使って、うん、次3、はい、次3枚です。これでもう賢者はない、ない、うん、なるほど、来ましたね。お、来たんですね。なんでなんだろう。でももう何をやられても嘘に感じてしまうな。最初に5を出したんですよね。はい、最初5を出しました。その時おっしゃってた言葉を覚えている。それが最初に出しやすいカードと出しにくいカードありますからねと言っていた、はい、そして5を出した。5は出しやすいカードなので、はい、おそらくもう一方が出しにくいカードなんじゃないかと推測しています。なるほど。その上で次に引いたのが賢者、それはそのまま出した、うん、はい、なぜなら賢者は早めに使っておきたいと言ってたので、うん、最初の言葉とこれは真逆のことを言っているので、うん、最初のカードはまだ手の中にある、そしてそれは出しにくいカードである、はい、出しにくいカードとは何なのか、ここですよね、はい、2,6,8 あたりが候補に上がってくるかなと私は予想しています。なるほど。とても論理的だし、はい、数学も国語も使ってますね。ありがとうございます。そこが複合されてるのが多い。その上で僕は論理的に考えます。6,8 なのかな、8だったりして、いや2の可能性はある。 2,6,8,9、うん、わかりました。はい、9ではないと思う。うん、6か8だ、うん、だとしたらいきます。なるほど、戦わせてください。はい、6だ、いきます。せーの、おーし、きた、お見事。おお、2689のうちの2でしたか。いやー、今のでしかも6出して8か、うまいですね。そうなんです、ほぼ勝ってる上で今のやったんですね、はい、もしかしたら9だったらやだな、8だったら最悪ドローに持ち込めるので、うん、はい、勝負してました。なるほど、いや、お見事、全て手の内でしたね。ありがとうございます。これはこれで味わい深い戦いでしたね。味わい深いですね今のは。さすが。では私からお願いします。ん、ボトン、うん、ガードします。守られてしまった。ではあまり、お、同じく音で早くも4ガードですね。お、分かりました。では対決できないと。そうですね、お願いします。はい、6を取っておかなかったんですね、この状況で。なるほど。ということはあまり大きな札を持っていらっしゃらない。勝ち負け以上にこういう番手勝負何本選手でいった場合は、うん、一巡二巡捨ててでも情報が欲しい。すごいですね、何を考えているのか。最終的に勝つためにはデータを取ることを優先する。そうですね、なるほど。これを落としても痛くないならばデータを取ります。ということでいきなりお札です。くいきなりですね。はい、見せてください。情報を取りに来るか、皇帝の使い方が大胆だな。公開処刑、はい、6を出した理由が知りたい。クイズが好きなので答え合わせが好きです。おー、なるほどなるほど、変えましたね。なるほど、公開処刑。うん、なるほど。迷う、迷うところですか。でもさすがに、まあ、6をいきます。なるほど。ここでどちらを選ぶかはさして大事ではなくて、むしろ何を引いてきて6出しだったのか、それを当てたかった。そうです、なんとなく答えが分かりました。情報が欲しいからにしてはだいぶ惜しいことをしてるよな。なるほど。知られているので、まあ、無難に出しておきましょう。そうなりますね、うん、
では。うん。まあ一つこんなところで。序盤はさらに情報が欲しい。公開処刑なのか。公開処刑です。面白いな。なるほど。2を捨ててください。2を。はい。やっぱり怖いですよね、2は。2は外れても情報が増えるカードなので。確かに。先ほど91を持ってて9を出したんだとしたら本当にすごいな。2度も見られてます。それ出しますね。はい。疫病。さてと。死神のお出ました。死神の答え合わせが当たるのか。6がない、4がない、146がない、1469がない。どっちを捨てたくないですか。どっちを捨てたくないか、ちょっと迷いますけどこっちかな。ずっとここら辺嘘ついてきてるんですよね。そうですね、嘘嘘嘘嘘ときてる。先ほどおっしゃった、はい、嘘の後に本当のことを言っても嘘なんです。そうです、あのことは面白かった。つまりもう嘘をつくだろうという予想をされている中で本当のことを言うというのはそれこそがまさに嘘。そうですね、それをしてきそうなんじゃないですか。どうぞ。ほお、なかなか見事な推測。面白いカードだ。ではどうぞ。はい、この勝負も長引きそうですね。中田さんの情報がちょっと出尽くしてしまったので、一旦お休みと。なるほど。賢者で。次3枚。はい。もうあまりないです。終盤、少し過ぎた感じでしょうか。情報に非常にこだわってた。そうですね。だからこそ僕も情報を取ってみる。おお、なるほど、ではほお、なるほど、わかりました。はい、では3枚ですね。1枚2枚、3枚、ちょうど3枚か、はい、全てを知ることになる、ね、そうですね、転生札以外。なるほど、まだ10が出てない。混ぜてください。嘘って1枚引き2枚引き、こっちがラストか、間に持っているカードによる。で11が出て、何を持っているの。そうか、だいぶ迷ってますね。こちらで。おお、もう7の効果で僕は2枚が見えてます。確かに。なので実質は2択。はい、ズバリ5。違います。ありがとうございます。外しても悔しくなさそうですね。はい、それでも勝つという道筋が見えたということでしょうか。まだ言ってあるのか、伊沢さん。はい、本当にすごいですね。なるほど、私の負けだ。はい、ではあなたは私から大事なものを奪うだろう。そこまで分かるのもすごいですね。8番ください。さあ勝負はついた。参りました。ありがとうございます。素晴らしい。8をここまで効果的に使うと。ありがとうございます。精霊に奪われるのは悔しいですね。今のは2を引いた段階で勝ちを確信。あそこで、はい、ズバリ当てたとしても、はい、
外したとしても勝てる。そうですね。なるほど、決まっていたか、あの時点で。ありがとうございます。素晴らしい。少し運もやっぱりありましたね。いやいいですね。いいですね。楽しめますね。楽しすぎて未だに手が震えます。震えますか。震えますね。いいですね。さっきも嘘も本当も言いました。確かにここからは霧の中。論理に頼るんだったら間違いなく確率。この論理をぶち壊すぐらいの運を伊沢さんが持ってるとしたら今一応持っている。しかし1ではない。確率的にも流れ的にも6を持っている。そうやりました。行きましょう。はい。キュー。2手目キュー。公開処刑。こんなに大胆に工程を使う人も本当に珍しいです。なんという人だ。うん。ぜひ情報ください。面白いな。皆さん。はい。奇跡って起きるみたいです。なるほど。決めに来ましたね。はい。すごいな。いや、我々の戦いは芸術品でしたね。でしたね。